こんばんは、小倉康政です。ちょっとピンマイクをねちょっとつけたんです。ちょっと私の画面から見たらちょっと見づらいかもしれないんですけど、まあちょっと今まではピンマイクなし、直接こうパソコンに向かってお話ししてたんですけど、雑音が結構入ってたりしてたもんで、でたまたまもうこれも20年以上前なんですけども、シャープのメビウスでもあのピンマイクが付属品でついてたんですが、それがずっと残ってたものですから未だに壊れてないということもあったので、まあちょっとこのピンマイクを駆使して使ってみようかなというふうに思っています。で、Jリーグの秋春制についてということで今日はお話ししたいんですけども、まあJリーグは、まあ、今年のリーグ戦はすでに2月の23日から始まって、実際私も25日に、まあ、東大阪に本拠地を置く J3 の FC 大阪の開幕試合、長野パルセイロ戦、この試合を見に行ってきたんですけども、現在のこの J リーグというのは基本的に春に始まって秋に終わる、まあ厳密に言うと春といっても2月のおしまいに始まって年末の12月で終わるというスタンスでやってきたんですけども、これが2年後の2026年のワールドカップ、まあこれは北米大陸3カ国共催で行われる北米大会なんですが、それが終わり次第2026から27年のシーズン以降の大会で、秋始まりの春までのシーズン、まあ厳密にはあの晩夏のお盆休み前の8月の初めに始まって、次の年の6月までに終わるというスタンスのヨーロッパ型のリーグに生まれ変わることになったんですね。これにはいろいろ賛否両論がありました。まあ賛成する理由、私としてはこれはぜひやってほしかったんですけども、この賛成する理由として挙げられたのは、アジアの多くの国や地域のリーグ戦というのは、極東アジアとかと、まあ、日本もそうですね、韓国とか中国とかは、いわゆる、春から始まって秋に終わるシーズン。まあ、気候の問題等もあるので、こう、あまりにも極端に寒い時期、ヨーロッパは大体もう2月ぐらいから始まるところ、まあ、イギリスのように1月も休まずにやってる国もありますが、1月、2月にリーグ戦をぶちかますよりも、やっぱりこう、気候が良くなってくる春から始めて、まあ、秋に終わると。日本のプロ野球と同じスタンスをずっと取ってきてたんですけども、まあ、それによって、戦力の、こう、特に、ヨーロッパへの移籍組、これは、毎年、4年に1回の夏のオリンピックが行われると、その将来的な有望株の選手がどんどん、ヨーロッパの、まあ、いわゆる5大リーグ、まあ、7大リーグと言ってるのかな。まあ、その中でも、特に日本人などを含め外国人選手の、起用っていうのが比較的緩やかな、まあ、ベルギーとか、ドイツ、まあ、あと、そうですね、オランダ、そのあたりのリーグ戦に、まあ、引き抜かれるということで、まあ、特に前半戦は快調に突っ走ってたチームが後半戦はちょっとトーンダウンすると。そういう、まあ、不条理な状況というのがあったのがまず一つと、それを改善するっていう目的がありましたね。で、ヨーロッパの場合も大体、多くの国は8月からリーグ戦が始まって、次の年の5月で終わります。で、大体、ヨーロッパの場合は8月に、こう、リーグ戦始まって、大体、こう、12月から、まあ、中断期間を挟んで2月、3月、そこにピークを持っていくという形なんですけども、日本の場合は、その、
の時期に大きなピークを迎えた後、ちょっとその戦力の低下などでちょっと劣ってしまう。でシーズン終盤になって、まあ、12月になってようやくまたもう一度の山があるという、ちょっと逆の曲線をこう繋いでいたという状況がずっと続いていたというのが、まあ、あったのが一つですね。それとちょうど時期的にプロ野球と重なるんですよね。マスコミの取り上げについても、そのプロ野球が始まると大体もう全試合完全速報というのがスポーツニュースで必ず当たり前になってきて、 J リーグとか他のスポーツを取り上げる機会というのはほとんど少ない、まあオリンピックの時期は別としてもほとんど少ないという現実問題とも向き合ってたわけです。しかし、近年はサッカー以外の、まあ、これまではアマチュアイズムを進行していたバスケットボールの B リーグですとか、バレーボールの V リーグ、まあ来年から、来年度っていうか今年の秋から始まる大会からは、一部リーグ SV リーグと名前が変わりますけども、あと、まあ、ハンドボールの新しいプロリーグ、まあ現在の日本リーグから発展して今年の秋に、まあ、新しい事実上のプロリーグがスタートする予定になってるんですけどもね。あるいはラグビーの、まあ、トップリーグとして20年前から全国リーグ化されましたけども、今リーグワンですね。といったものが、だいたい早いとこで、まあ、9月、10月から始まって、次の年の春までに終わるという、秋春制というスタンスが取られているわけですね。で、J リーグとプロ野球が終わった後は、ちょっとこう、まあ、最近はね、リーグワンとかバレーボールとかバスケットボールなんかは非常に注目を集めて、現にバスケットボールなんかはこれまで以上にこの日本リーグ、B リーグの観客動員数がかなり良くなってきてるということもあって、2026-27 シーズン、ちょうどこれは、J リーグの秋春制とほぼ時期を同じくする形になるんですけども、まあ、新しい、まあ、上位リーグ、プレミア、B リーグ、プレミアリーグというのを立ち上げるということが決まってるんですけども、まあ、ちょっと J リーグとプロ野球の時期が同じ時期に重なることによって、それらのオフシーズンの試合の選択の幅っていうのが若干狭くなってたかなっていうのはあったんですけど、J リーグが加わることによって、まあ、上半期、大体まあ、野球のシーズンが、まあ、終盤を迎えるのが8月9月ですから、その時期に J リーグが始まるんですけど、一旦こう J リーグや他のスポーツの序盤戦の時にプロ野球が、まあ大体終盤戦、上位3強プレーオフ争い、あるいはリーグ優勝、日本シリーズ進出争いというのが大体、まあ注目度が高まっていったところで、まあそれが終わると今度は、J リーグとか B リーグ、あるいは、まあ SV リーグ、ラグビーのリーグワンといった他のスポーツの見る選択肢というのも広がってくると思うし、もちろんウィンタースポーツ、特にフィギュアスケートとかスピードスケートなんかは割と日本人でも、まあ、いわゆるセミプロにはなりますけども選手が大活躍しているということもあって、そういった見るスポーツの選択肢の幅を広げるという大きなきっかけにもつながるんじゃないかなっていうのがあると思うんですね。ですからJリーグの秋春制というのは非常にその見る側にとっての選択肢を広げるという点でも大きなメリットになるんじゃなかろうかというのがありますし、むしろ J リーグは他のスポーツとの連携、いわゆる J リーグ100年構想と呼ばれるもので、 J リーグだけを目立たせるのではなくて、他のスポーツのプロ化ないしはセミプロ化を推進することで、オラが町のチームを一緒になって応援しましょうという姿勢を整えることができるようになるわけですね。現にプロ野球が絡んだものでは横浜の熱湯クラブであったりとか、あるいはプライドドリームス埼玉などの例がありますが、そういったプロ野球を含めた、プロ野球とか J リーグを含めたまあ事実上のプロ組織のリーグ戦、セミプロを含めたプロ組織のリーグ戦との連携強化を図ることによって、やっぱりその盛り上げ、地域を巻き込んでの盛り上げ、
まあ、今日はサッカー見に行こうか、来週はラグビー見に行こう、あるいはこれはまあどうしても気候の問題もありますので、今のところは北日本東日本が中心ですけども、今日はアイスホッケー見に行こうかとか、あるいはまあバスケットボール見に行こう、バレーボール見に行こうと、週によって見るスポーツを変えてみる、日によってスポーツ見るスポーツを変えてみるっていう、そういう選択肢も大きく変わっていくと思うんですね。で、上半期はまあそれらのはオフシーズンになりますから、大体もう野球が中心、アメリカの場合でも大体四大競技と呼ばれる、バスケ、それからアイスホッケー、アメリカンフットボールというのは大体秋春制です。10月に始まって、次の年の、まあ、NFL は2月までですが、アイスホッケーとか NBA というのは大体4月5月が山です。で、上半期、大体夏場4月から10月にかけてが大リーグで、なるべくその大リーグと他のスポーツのクライマックスの時期を被らせないようにすることによって、まあ、ファンの興味をそそらせようっていうのがあると思うんですけど、それに近いような感じかなということで、選択肢の幅が広がるという点では非常にメリットだと思うんですね。ただ、その見るスポーツの選択肢が広がる反面、まあ、J リーグが抱えている問題点としては、これは屋外のスポーツということもありまして、今のところ全国に J リーグは60の正会員クラブ、その他、まあ、その下のライセンスなしでも参加できる日本フットボールリーグという4部リーグがあって、それに16チームがありますから、今のところ全部で76のクラブが全国リーグに参加しているという状況なんですが、どうしても北海道とか東北、それから北陸とか山陰地方といった雪の多い地域が本拠地となってしまうと、長期間ホームゲームができなくなるというデメリットもあるんですね。まあ、一応 J リーグとしては12月の2週目ぐらいから約3ヶ月間、まあ、次の年の大体2月の最終週か3月の1週目くらいまでは、中断期間を設けようかということなんですけども、まあ、中断が明けたからといって、まあ、北海道とか、まあ、東北なんかは、まだ雪が溶けてない時期があるという状況なんですよね。とりわけ、青森県に本拠地を置くチームなんかは悲惨でね、 JFL のラインメール青森とか、それからブラウブリッツ秋田などは開幕の席がだいたい雪に覆われるということで、本来の本拠地が使えずに、もうほぼ1ヶ月近く3試合から4試合アウェーで連戦して、で、ようやく3月のおしまいか4月の初めになってホームゲームの開幕試合というのを迎えるという、そういう状況にもなるわけです。ですから、まあ、そういった玄関地、まあ、冬がもう厳しい寒さになってしまう地域のクラブの対策はどうするんだという問題とも向き合わなければいけないというのも課題の一つに上がっているんですね。それゆえ RBX 新潟の代表者の方が、こんな寒い時に J リーグを秋春制にするのはちょっと良くないということで、秋春制の議論には参加しないというふうに、まあ、唯一事実上首を縦に振らなかった状況が続いたんですが、まあ、結果的には、まあ、J リーグは賛成多数という形で2026年の秋からいわゆる秋春制に移行することにはなったんですけども、まあ、それでも問題として考えなければいけないのは、まあ、冬場その練習場をどのように確保するかという問題にも向き合ったぶち当たることにもなるんですね。まあ、J リーグのライセンス規定では原則として天然芝のスタジアムだけでなく、まあ、ホームタウンの自治体の中でその練習用のグラウンド、これを
まあ、基本的に天然芝または天然芝と人工芝をブレンドしたハイブリッド芝を少なくとも一面は設けなさいという取り決めがあるんですね。で、そのハイブリッド芝を張ることによって、その冬場でも芝生が枯れない状態にしてはいるものの、どうしても、こう、厳冬期となる北海道、あるいは東北や北陸といった地域などの場合は、その、屋外での練習というのは非常に難しいですから、まあ、基本的にはロングパイル、まあ、天然芝に近い感触の人工芝を張って、そこで屋内練習をするとか、あるいは体育館を利用して、先日練習とかちょっと難しいにしても、まあそういうような体力づくりのための合宿をするというような状況になるために、どうしても練習不足、練習環境の不足という懸念というのも考えなければいけない部分も出てくるかもしれないという状況にもなってきます。まあ、その点をどのようにして解決していくかっていうのは今後の課題にもなってくると思うんですけども、いずれにしても、こう、私としては、その、秋から春にかけて、まあ、要するに、プロ野球が、まあ、リーグ優勝やクライマックスシリーズ、あるいは日本シリーズ出場チームの争い、そして日本一という、一つの山場を迎える秋に、まあ、お盆から秋にかけてのクライマックスが終わった後で、J リーグが始まる。まあ、J リーグだけでなくて、B リーグやハンドボールの新リーグ、あるいは、バレーボールの V リーグ、ね、あるいはリーグワンなどの他のスポーツも始まっていく段階になりますから、そういう、野球のオフシーズンのキラーコンテンツ、どれを見ていこうかっていう、まあもちろん、まあちょっとね、テレビのスポーツ中継というのは年々ね、ちょっとプロ野球に特化してる状況って言っても、プロ野球もね、もう巨人戦主体の中継がもう全部、今はもうほとんどなくなって、地元の球団を中心にしたローカル中継ぐらいなんですよね。で、むしろ全国放送となるのは開幕戦かオールスターゲーム、あるいはレギュラーシーズン優勝かポストシーズンに関わる試合。さらには、WBC やプレミア12を目指す日本代表の強化試合など、ごくごく限られた試合になってしまってますけども、それでもプロ野球の中継というのは上半期のキラーコンテンツにはなってるんですよね。で、下半期は、まあ、ラグビーのテレビの地上波の中継というのも少しずつは増えてきてはいるんですけども、まあ、以前のようにバレーボールとか J リーグとかハンドボールとかは地上波での放送って比較的少なくて、どちらかといえば、BS か CS、あるいはネット放送。まあ、ネットチャンネル、だいたいJスポーツとかね、あとスポーテレビナオとかありますよね。そういった類の、インターネット中継、まあ、ダゾーンもそうですね、ありましたね。ダゾーンとかのありますけど、そっちの方にシフトされていってるっていう印象があるわけです。で、J リーグも長年にわたってダゾーンが、まあ、支援して、インターネット中継の環境を整えるようにはしてるんですけど、まあ、インターネットの設備環境が十分に整ってないところのために、まあ、特に地方のクラブが多い J3 のテレビ中継を可能な限り増やしていこうということで、一旦ダゾーンとの契約は打ち切りになって、今シーズンから J リーグが放映権を帰属して、地方のテレビ局になるべく中継をするようにということだったんですけど、まあ、今シーズンと来シーズンは、ダゾーンが引き続き、インターネット中継で全試合放送すると、配信するということですかね、いうことも決まってるらしいんですが、やはり、なんていうんですかね、地方のクラブをよりブローアップさせるためにも、やはり地元の独立局、地元の民放局が、オラが町のチームの試合をどんどん取り入れてもいいと思うんですよね。まあ、プロ野球の場合は、関西だったらもう阪神タイガース積極的に放送してて、オリックスはどちらかといえば、もう地味に深夜の録画中継か CS 放送で、ケーブルテレビ向けの放送でって感じですよね。
あと、まあ、J リーグの場合、J1 と J2 はもうね、最近はあまり地元のクラブといえどもあまり放送する機会が、ダゾーン中心にちょっとなかなか難しいにしても、J3 はね、地方のクラブって割と本拠地にしてるところが多いわけです。J3 とか JFL ね。例えば、その、今 J3 の場合ならば、北は青森の、雷鳴青森 MJF か。北は青森のバンラーレ八戸から南は沖縄の FC 琉球まで全国に群がってるわけですね。まあ、JFL にしても、先ほどちょっと一旦振りましたけども、ラインメール青森とか、あるいは、沖縄 SV、それから四国の高知ユナイテッドといった、それから、ね、でしたっけね、あの九州にもね、ホンダロック、これは企業チームですので、J リーグへの参加っていうのは今のところ考えてないチームですけども、ホンダロックにしたり、あるいは、まあ、関西の方で言ったら、ティアモ枚方とかね、それから、名古屋、愛知の方に本拠地を置く、FC 丸安岡崎とかいったような地方のクラブチームっていうのが続々とあるわけですから、まあそういったチームをまあできる限り地元のメディア、まあ県域放送まではちょっとそこまでは難しいかもしれませんけども、まあいわゆるケーブルテレビやコミュニティ FM、 あるいはまあちょっとそれの枠が取れなかった場合でもインターネット放送とかいう類で、あの地元のチームをアピールするというのも一つ効果的かもしれないなというのはあると思うんですね。で、まあ今後はね、ラグビーのリーグワンも、まあそれね、今はまあちょっと北海道、東北のチームがちょっと少ない。北海道、東北とか北陸のチームがちょっとないっていうのが現状の課題で、まあ、やっと今年っていうかまあ、来シーズンですね。3部リーグ、ディビジョン3に、埼玉の2チーム、ヤクルトとセコムが入るんですかね。それと、福岡の浮橋に本拠地を置くルリーロというチーム。この3チームが3部リーグからスタートを切ることになったという状況です。で、まあ今後もそのリーグ1もチーム数が増えていくと思います。で、これまで本拠地がなかった北海道、東北、北陸、まあそういった地域からの参加も見込めるかもしれませんし、あとバスケットボールの B リーグにしてもそうなんですけど、まあ、B リーグの場合は、まあ屋内の球技ということもありますので、割と、その、積雪の影響を受けにくいということもあって、例えば島根スタノーマジックとか、あるいは東北の場合は秋田とか、山形、青森のチームもありますし、あと北陸、石川、富山もありますかね。というように、ほぼ全国的にチームが存在してるわけですから、やはり、J リーグの試合、まあ J リーグは週1回だけですけど、まあ、バスケの B リーグとか、バレーボールの V リーグ、SV リーグとか、ハンドボールのリーグ戦とか、そういうのは割と曜日を問わずに、ほぼ毎日のように、まあ週に4から、まあ、多くても3、4試合ぐらいですかね。それぐらい行われてるんで、やはり、こう、なかなかゴールデンとかプライムっていうのは全国ネットの関係がありますから、縛りがきついのでちょっと難しいでしょうけども、現役放送では難しいでしょうから、まあ、ケーブルテレビやコミュニティ放送、あるいはインターネット中継などで、現地では見に行けない人のために地元のクラブを応援する中継をやってみるとか、あるいは、まあ、曜日によっては、まあ、例えば TBS 系の毎週水曜日のプライム、夜7時から10時までとか、関テレ系、まあ、フジテレビ系の毎週火曜日の7時台、8時台、テレビ東京系でも、まあ、火曜日のだいたい6時台から8時台は、
いわゆる、一応建前上の全国ネット用の番組はあるんですけども、これは任意ネットという形で、ネットしてもしなくてもどちらでもいい、強制ではないという、いわゆるローカルセールスの番組枠になっているので、それを用意して、ぶちかまして中継するという手もあると思うんですよね。プロ野球も大体そのような要領で、そのローカルセールス枠で実況中継している地上波の放送局もよくあります。J リーグもそうですかね。ですから、見るスポーツの幅を広げるという点、それを考えたときに、まあ、J リーグの秋春制が加わることによって、より一層、その、視聴者の、そしてファン層の、これまでのコア層だけでなくて、ライトファン層にも、その、様々なスポーツの見る機会というのを増やしていくと。そして、いつか、その、テレビでばっかりだけでなく、実際にスタジアムやアリーナに行って、その、応援するという機会。これが、多く増えていくんじゃないかなと。ですから、私としては J リーグの秋春戦は、やはりその、スポーツ、冬場の、野球のオフシーズンのスポーツのキラーコンテンツを育てるという点で、見る幅を広げるという点でも魅力的な試みになるんじゃないかと思うので、非常に賛成はしています。で、あとですね、まあ、その、J リーグの受け皿となる JFL ですね。まあ今、ライセンスを持ってないクラブ。J3 に参加するにしても、J1、J2 ほど基準は緩いんですが、まあ一応 J3 はライセンスが必要ということで、さらにその下にある JFL というのを、これ今16チームという状況、16チームで一つのディビジョンを組んでるんですけども、これを J リーグの秋春制に合わせる形でちょっと見直した方がいいんじゃないかなと私は思ってるんですね。一番いいのは、もともと J3 の方法でやる、の方向でやる予定だった東西2リーグ制、ないしは東西南北の4リーグ制を採用した方がいいんじゃないかな。まあ、J リーグの J3 発足当初も、実はその、一つの全国リーグとしての3部リーグではなくて、いくつかのグループに分かれてリーグ戦をやろうかって話もあったんですが、まあ、前のチェアマンの村井さんが、J3 も一応全国リーグなので、そういう、まあ、チーム数をこう、ね、むやみに増やすのではなくて、やっぱり、まあ、J1、J2 と同じように、一定の本切り、まあ、ニューチームで揃えましょう。ということで、その20チームになったのが去年でしたけども、まあ、今年から、まあ、去年までは J1、18、J2、22とちょっとこう、J1、J2 がちょっと まあ、J1 よりも J2 の方がチーム数が多いということで、若干バランスを欠くという部分もあったんですが、これを、今年からは J1、J2、J3、一律20チームずつでやっていきましょう、ということになったんですが、JFL は、やはりちょっとね、ライセンスがないチームでも参加できるとはいえども、企業チーム、まあ、ホンダとかですね、丸安岡崎など、企業チームの関係、あるいはスタジアムの施設面の問題などもあって、20チームでやるとどうしても平日のナイター開催とかができないクラブも発生しやすいという事情などから、今季も16チームで争われているという状況なんですね。ですが、これから秋春制が採用されると、少し JFL も見直さなあかんかなと思うんですよ。まあ、現にサオルコス、今、福井ユナイテッドとか、和歌山の、アルテディーボとかね、いうチームもありますけど、まあ、あるいは、山陰島根県。まあ、残念ながら、神楽島根は、ちょっと、参加費の滞納で昨年限りでいわゆる除名処分を受けまして、まあ、チーム自体もその除名処分のショックから、今はもう再建できずに解散してなってしまって、その代わり、イアミシーを本拠地とするベルガロストが今中国社会人リーグに所属してますわね。とか、あるいは、まあ、三重
県とか、あるいは、滋賀県、奈良県、あ、奈良県はないか、滋賀県とか、あとはそうですね、南関、北関東の栃木とか群馬などでも、いわゆる将来の J リーグ入りを念頭において活動している地域リーグのクラブというのがあるんですが、地域リーグから JFL へ昇格するというのは、なかなか、ハードルが J3 昇格以上に高いと言われている。現状 J3、JFL が16チームしかないというのも、そのハードルの高さを伺わせるような感じになっているという部分があるんですよね。ですから、むしろ JFL、4部リーグで当たる JFL を、こう、今の16チームの1リーグ制から、まあ、副案として考えているのは、まあ、20チームで2つのリーグ、20チームで1つのリーグにして揃えるか、もしくは、今の場合の32チーム。で、この32チームを東西2つのリーグに分かれて、それぞれ16チームずつにして行うか。ないしはそれを複合させて、4部。これを、20チームの一つのブロック。その下に、東西2リーグによる、まあ、もう一つの、まあ、全国リーグ、5部リーグという形で、まあ、おおむね考えるとしては、北海道、東北、北信越、ここまでが、まあ、北海道、東北、関東、北信越のブロックまでが、おおむね、東日本のブロック。で、東海、北陸から西、すなわち、北信越、東海から西、東海、関西、中四国、九州、これが、西ブロック。まあ、いう形にしてですね。まあ、なるべく移動距離の少ない範囲内で、日程を組んでの2リーグ制での、まあ、もう一つの全国リーグという形にしてもいいんじゃないかと。まあ、32チーム参加することになって、16チームかける2になったら、やはり、ね、福井とか和歌山からの参加、JFL 参加っていうのも見込めると思いますし、もちろん、他の県からも将来の J リーグ入りを目指すクラブ、あるいは J リーグは目指さなくとも JFL を目指そうとする地方のクラブの活性化にもつながっていくんではないかと思うんですよね。まあ、私の、まあ、とりあえずの副案としては、まあ、まず、JFL を20チームの1リーグ制、もしくは、16チームで東西2つのグループに分けて、16チームずつの2グループ、32チームでリーグ戦を行うか。それをすることによって、地方のクラブにより門戸を開放し、将来の J3 参加に、弾みをつけさせるっていう、まあ、いわゆる、ステップアップのためのリーグ戦にした方がいいんじゃないかな、っていうふうにも思いますし。やはり、こう、全国リーグに参加するというだけでも、やはり地方のクラブ、まあ、J リーグの正会員ではなくても、その、JFL に参加する、全国リーグに参加するっていうだけでも、さらに気合の違いっていうのが見えてくるんじゃないかなと思うんで、その辺は考えてほしいなと、この秋春戦を通して考えていきたいと思います。まあ、いずれにしてもですね、この秋春戦というの、まあ、いろいろまだ検証課題というのは出てくると思いますし、で、まあ、一応、春から始まるシーズンは来年、2025年が最後で、2026年の移行前、すなわちワールドカップ前にどのような形態で大会を行うのか、というのはこれ今のところまだ決まっておりません。ただ、1993年の J リーグがこれ春秋制に戻ることになった時に、そのクッションとして1992年の J リーグは、第1回のリーグ戦に参加する10チームで、春秋制以降の前提となる、まあ、そのクッション大会としてナビスコカップというのは総当たりのリーグ戦で行ったんですよね。で、その下に、今の
JFL ですね。今の2部3、J2、J3 に相当する JFL の J1、J2 というリーグがあったので、まあ、これも比較的その参加チーム数が10チーム、10チームで揃えてたということで、短期リーグ、まあ、大体、まあ、JFL はまあ2回総当たりの18試合制でしたので、まあ、大体、夏の8月ぐらいから始まって、まあ、18週間でしたっけね、この時は。6月、7月ぐらいから始まったかな。から始まって11月ぐらいまでっていうスタンスだったんですけど、まあ、ナビスコ杯は9月から11月まで1回戦総当たりという形です。で、今回の秋から春への移行に伴う、いわゆるクッション大会がどうするかっていうのはまだ具体的には決まってないらしいんですけども、まあ、いずれにしても各ディビジョンで1回総当たりっていうのはちょっと、こう、ワールドカップが6月から始まるので、ちょっと時間的にどうかなっていうのがありますから、なんていうんですかね。J1 の20チームだけをさ、まあ、J1 の20チームだけのトーナメント、J2 の20チームだけのトーナメント、まあ、今年からルヴァンカップというのは J1 から J3 の全60チームが参加してのトーナメントという形を取られてるんですが、長期のこう1回戦総当たりではちょっと時間的にこう6月のワールドカップへ向けての強化期間の問題もありますから、ちょっと難しいにしても、一番いいのは J1、J2、J3 それぞれで参加する60チームを各ディビジョンごとの20チームずつでトーナメント方式、一発勝負のトーナメント方式にした方がいいんじゃないかなと考えるんですね。まあ、そのトーナメントのスタンスとして考えるのは、まあ、どうしても20チームですから、まあ、J1 だったら、まあ、アジアチャンピオンリーグの決勝トーナメントに進出するチーム、まあ今のところ4チームありますが、その4チームが全部進出したら、その4チームは後半大会の後半からシードする。で、まあ、4チームに満たなかった場合は、その前年度の J1 の上位のチームの何チームかをこう補填させて、そのチームがいわゆるシード枠で出場して、大会の後半、まあ、おおむねベスト8あたりぐらいから登場させると。 J2、J3 の場合は、まあ、これとほぼ同じように準ずる形で、そうですね、上位の前年度の上位の4チームをシードさせるという形をとって、それで、残りの16チームが、まあ、トーナメントで序盤戦のトーナメントを争うということで、まあ、毎週という形ではないんですけども、毎週同じような形でやるという形ではなくて、まあ、今週は J1 のトーナメント、来週は J2 のトーナメントと、ちょっとずらして開催することで注目度を高めてもいいんじゃないかな。で、決勝戦に関してだけは、まあ、同一日、あるいは同一週ですね、に同じ会場で、J1、J2、J3 のそれぞれのカップ戦の優勝チームを決めるための戦い、というふうな形にした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、今年からの J リーグ、ルヴァンカップは、なるべく J2、J3 のチームが J1 のチームに胸を変えることができるようにしよう。すなわち、下のチームが上のディビジョンのチームの胸を借りて、どこまで戦えるかっていうのを試す場でもあるというスタンスに今年の大会は生まれ変わりましたけども、この、まあ、2026年の秋春制移行に伴うクッションのための大会に関しては、
それぞれのカテゴリー、それぞれのディビジョンでの成績を参考にした、まあ、短期トーナメントという形にして、で優勝決定戦、それ J1 の優勝決定戦、 J2 の優勝決定戦、それから J3 の決定戦、これは同じ日か、あるいは同じ週に同じ会場でまとめて開催する。まあ一番わかりやすいのは J1 を日曜日の午後に決勝戦を行って、その前日の土曜日に先に J3、 その次に J2 のそのカップ戦の決勝戦を行うという形にした方がいいんじゃないかな。うん、まあ会場はね、中立地開催になりますからね、この場合は。それでも地方のクラブがその中立地、まあ、例えば国立競技場とか、あるいは淀港の桜スタジアムとか、神戸のネイピアスタジアムとか、そこで戦う、そこを目指して戦うというような感じにした方が、いいかなと思いますし、で残念ながら決勝に進出することができなかったチームに関しても、何がしかの形でその、まあ、J1 の決勝戦の前座で、まあ、例えば、その、J2 と J3 の、まあ、残念ながら決勝戦に進出できなかったチームによる選抜軍のオールスターマッチというのをやったり。で、それから J1 の決勝戦の前に J1 の決勝戦に進出しなかったチームによる残り18チームの東西対抗戦とかいうような形で、オールスターサッカー的な要素も絡ませてもいいんじゃないかなと、うん、ちょっとまあ秋春制をアピールするための J リーグが全チーム挙げて行う一つの祭りを、その2026年のそのカップ戦、春のカップ戦の、まあ、最終日っていうんですかね、その決勝戦開催の週にまとめて行うというふうにしたら、やっぱりそれでもまた違う楽しみ方が生まれるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、まあ、その辺もいろいろ含めて J リーグはぜひご検討いただきたいというふうに思います。